おはようございます。お酒強いね。そう、今日はね、キャンプ場に行って釣りをして配信をするという、丹沢寺山ってところで、なんか川で釣り堀みたいなのがあって釣りができるんだよね、確か。そうね。で、その調理もできるよね。暑いからね。ほら、これってなんか包丁とかあんの今日。包丁用意してる。ああ。丸眼鏡も気になるし、眉毛も気になるな。ジェンさんの眼鏡結構。そうなのよ。追い越し車線。次2km先左方向です。おい、やめろ。高気圧の2つ取り合ってるから。普通に見せるからやめろ。モーター中爆笑したら怒られる。車が、おい、プロミス金貸してくれ。お久しぶりですね。貸してほしいわ。今何分だったのさっき。今？うん。3か4。あれ増えてない？いや増えてはいない。あ、増えてはないんだ。減ってないだけ。あ、減ってないだけか。増えてはないが減ってもいない。え、だって、え、リアルに多分1年半ぐらい前に聞いた時と変わってないような気がする。うん、変わらないんだよ。変わらないっていうのはその何なんでなの？その利息分をでずっと払ってできること。まあだからあれだよね。返済して、うん、で返す分がまたないから借りて、返済して、返済して返す分がないってこと。だから収の入ってくるお金が出てくるお金と釣り合っていないと、今算数の話で結局出ていくお金はマイナスになると借金は変わらないって話です。そうそう。おかえり。もう頼もだったよ。おおい、トンネル抜け出した。クソ長トンネルを抜けたわ。まあ、抜けたってか、もう抜けるわ。車全滅させた。おかえり。あ、ドーネル負だったのか。マシューサイムのドーネルは抜けられそうですか。おかえりをお母さんに。マシューサイムのドーネルはその、マシューサイムじゃないでしょ。まとめたでしょ、一回。そう、まとめしました。ねえ。おかげさまで。ねえ。それ一年半ぐらい前にまとめるって言って、まとまってたもんな。まとまって別に言っても何も解決してないのになんか一旦満足そうにしてたもんな。そうだね。あれすげえ好きだったんだよな。まあ、やっと借金まとまったわってなんかちょっと明るそうに言ってるのもめっちゃおもろかった。何も解決しなくねえと思いながら。まあ、まとめると返済する額、月々の額が減るっていうのはある。ああ、なるほどな。でも収入も減ったから、結果変わらない。収入増やさないとマジで。なんかちょっと仕事探すわ。はい。ウェイクーラーをちょっと綺麗に固定したい。ああ。ちょっと待ってね、みんな。さて、着きました皆さん。さあ、俺みんなにこの景色を見せたかったんだよ。見てくれよお前ら。
気持ちよすぎる。マジで気持ちいいこれ。やば、冷たい。やばい。ああ、冷たい。冷たい。やばい。ああ。最高や。めちゃめちゃ気持ちいい。ああ。ドライバーない。見てこれ、そしてやばいわ、いいよそれ。ああ、いいよね、いい香りする。いいよ、ね、釣りはどこでやんの？おー、そこの釣り堀？え、もう釣れんの？え、マジで？お、お前ら見て、ここさ、川遊びできて、ここで釣りしていいんだって。見て、え、ここが釣り堀になってんだって。あ、だから魚ここでもう捕まえてんだ。溜めてんだ、ここで魚。うわ、すげえ。え、ここやば。え、めっちゃ、めっちゃいる。ちょっと、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。めちゃくちゃいる。ほら、なに、アユか、アユじゃないの。え、アユじゃない、マジで、アユ。やば、ヤマネか、すげえ、やば、これ、え、アユ。え、これを使えばいいってことだよね。え、イクラ、これを、ちょっと水つけて、今凍ってるから、うん、水入れて、うん、溶かして、うん、で、針につけて、分かった、よしよし、行くか。あっち引っ掛け。あの辺ですか。ああ、ここでやるか。で、これでは水を入れます。こんなもんでいいかな。そうだね。よし、で、よいしょ。で、これをこうして、え、これ、え、けどこれさ、うん、針をこれにつけるの。そう、こんなんでいけんのね。どうなんだろう。あ、いけた、ほらこれでいいんかな。じゃあ、これで行くわ。よし、クロスしてて、よいしょ。ね、めっちゃでかい魚。よし、ほい、やばい、めっちゃ来てるかな。お、お、取れたね。さ、うん。
じゃあ、とりあえず一旦イクラを補充するか。イクラさ、まじすぐ取れるわ。そうね。短期決戦。ね。このぐらいかな。よし。誰が頼んだイクラ配りおじさん。すいません、見てて今から。どう？あ、でもね、結構反応してよ。え？今のダメ？え、6つ。え、今のむずい、え、は？あんな引っ張られたのに、え、今結構引っ張ってたよね。これ、ダメなの？ね、合わせがむずいわ、いくらゆえに。エビとかだったら多分うまくいくんだろうけど。あ、いくらついちょっとむずいこれ。いや、これ暖房してる？ちゃんちゃん潔白じゃない？この季節と。いや、これ餌いくらじゃない方がよくない？まあ、釣り券1枚で5匹までしか釣れないみたいだから、うん、もしかしたら渋めの設定なのかもしれない。あ、そもそも？うん、今すぐ、まあ、バカスカ釣れるとすぐ終わっちゃうかもしれない。お、ああちょっと暴れないで頼む、暴れんのやめて、暴れんのやめて、抜くから。よし、釣れました。あ、めっちゃ人気、めっちゃ元気なくなった。あの、ガチで元気なくなった今ので。あんだけ元気だったのに。よーし、よし。
もう一匹行くか。分かってきた俺。完全に分かってきた。あのね、完全に今掴んだ。もうこれ多分、こっから俺もうノンストップだわ。学習した俺。魚が学習したのと同じように俺も学習した。全然来ないもん。あ、来た。来た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 。来た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 。おーしよ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 し。よし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 。そしてでかい。来た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 。完全に掴んだ。よし。よし。よし。とりあえず3匹釣ったんで OK かな。完全に把握したわ。あ、プロミスがこの後釣ってくれるはずだから、一旦俺はこの勝利ステージに入るか。よし。お、お、釣ってくれたの？サンキュー。これそもそも何これ？これ何？いきます？いきます？これ、あー、あ、くそ、ごめん、ごめんね、お前、マジでごめん、本当にごめん。で、うん、よし、もう切った。よし。これ、鱗取りっていらないのかな？鱗あるよな。OK。OK、じゃあこれで焼くか。よし。よーし。マジで涼しいな。山。うん、全然暑くないね。取り越し。ホリンシか、ホリンシじゃない、ホリンシ、ホリンシか。いやいや、森すごいわ、山および森。おいしょ。ちょっともっとかけるか。オーケー。これぐらいいっか。もう結構かけたぞ、これ。よっしゃ、じゃあこれで。これを。よし。いや。いや、めっちゃかけようって言うから。うわ、もう、ほっとうくなってる。うわぁ、すーごいうまっそう、これ。うわ、うまっそう、これ。これなんか、なんだっけ、ニジマス？なんだっけ？これニジマスらしいです、これ。ニジマスと山根な。これニジマスと山根もいいの？山根と堀越。山根と堀越を野間が食うっていう。じゃあ、いただきます。うまっ！うまっ！全然臭くないわ。臭みが全くない。釣りたての魚食うとこんなうめえんだ。これね、生きてるって感じするな、普通に。これちょっと今度でかい子だろ連れてくるわ。なんか、あと将来子供が生まれたら、
絶対に体験させてあげたいわ。なんか大事な経験な気がする、これ。人生において。うまっ。今日そういえばなんか他に食材なんか持ってきたの？もう本当に魚オンリー。いや、今日さ、なんか食材持ってきたのって言ったらさ、いやもうこれオンリーですからね。面白い。この皮は、これ入ってるよね、別に。いいと思います。ね、入ってるよね。だから泳げるほど深くないっていうだけなんだ。多分、もうちょっと下流のところ行っちゃう。ちょっと泳げ、あ釣れた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 、釣れた釣れた釣れた、釣れた、プロミス釣れたか。プロミスでかくね、でかいな。でかくね、ええー、よ、最後のやば。どうすんのこれ。でかくない。とりあえずそれちょっと頑張らないと。じゃあ俺釣りを持つわ。はい。でかい、それ持って、で、ひねるんだけど、グッと、そう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 。うまくないもん、それも。それも含めてうまいの。そう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 。そう。あ、OK、ナイス。これもう、でかいし、処理したら。え、でっかお前。え、でかいんですか。え、お前今、着手して何分ぐらい。まあ、10分ぐらい。10分ぐらい。大体。10分ぐらい。じゃあ行くか。釣れたし。お先に。だいぶ。なあ。たぶん魚も債務者かどうか分かってんだ、あれ。うん。そう。うわ、債務者だって。こいつ債務者だって多分なってんだよ、多分。つかみ乗り行こう、俺たちで。よっしゃあ。いや、入りたかったんだよな、川。普通に、そもそも。シンプルに川入りたかった。今日タオルとかあんのかな？ないよね、今。バスタオルなんてないよね。スプーン濡れたら終わりだ。こいつ今日タオル悩ましいから、俺はスプーン濡れたら終わり。はい。ありがとう。絶対に成功させる。絶対に成功させる。いいね。俺らの戦場。あそこ。今日の俺らの戦場。ニジマスのつかみ取り。3匹1000円。来たね。これでしょ。どう考えてもこれでしょ。ブッチこれだよ。主戦場ですか。俺たちの主戦場。来たぜ。おい、ブッチ、これだぜ、俺たちの視線上は。しょうがねえ。脱ぐか。パン行っていきます。何？ここ3匹まで？本当に？いやいや、しょうがないよ。皮入るんだから。いや。よし。あいや、一旦言うと全然いける気配しない。まあじゃあとりあえず一旦先生がまず角に持っていった方がいいから、そこに俺が魚持っていくわ。でブッチするかって。はい、行くよ。おい、これ T シャツの上がいい。ブッチ T シャツの上がいい。マジでやばい、潜んでる。
こっちか。さあ、触った、タッチした、もうタッチ。パンツ穴開いてるね。え？横。まあデザインパンだね。触ったのに、もうタッチはしてんだよな。タッチだけなんだよ。バケツ使った方がいいか。バケツ使っていいのか。え、3匹まで OK ならいいんじゃない。ああ。つかみ取りですよ。ハードウェアチートで。いや無理だ。マジか。じゃあやっぱあっちの方がいいかも。え？無理じゃない？え、無理だ。え、もう無理だ、全然。いや、無理だけど。え、お前、え、いや、いける要素がない。全然無理。え、待って、いける要素がないんだけど。ミニ四駆で買いやすい。網借りてこれる？お願い。網あんのってか。なんで最初から借りてくれるんだよ。いや、つかみ取り。いや、無理ってことじゃん。つかみ取りなんで、これ。いや、つかみ取りなんでじゃん。あ、ちょっと、一旦俺逆に、もう止まるわ。そこで。もう動かないでおくから、こっちに寄せて。で、それで俺がつかむ。だから、俺、そこがいいな。俺、そこで俺止まるから。こっちから、多分、そうか。自然になるわ。来た。こっち来た。来た。こっち切る。で、そこに、4切る。自然にもう一回痛めるわ。こっちへ。
いや、ダメだ。ダメだ。千人もダメだ。もう、いけないから失敗した。じゃあ、うわ、やる。見て、あ、こういう感じで。もうスピードね。うん。スピードか。ここやばい、ここやばい、ここやばい。3匹釣っちゃった。は？じゃあもう、1匹釣っちゃうのリリースか。いや、これもうちょっとさ、間違って、1匹よく釣っちゃったんで、釣り1個減らす感じもいいですか、聞いてみよう。それで行こう。ダメだったらお金払おう。よし。じゃあとりあえず、一旦これ、取っていたんで、注意していきたいと思います。よし、これにし。よし。オーケー。これにし。頼むぜ。えい。だけど、やめんのが臭くないって言ってる。まあ、だけどね、ほぼ掘り道。まあ、より掘り道の味をストレートに感じることができるのが、ヤマメだね。ああ。じゃあ、残り6匹いきます。うん。釣っちゃいますか。じゃあ、釣りはラストにして、ここから、さばきフェーズに入ります。まあさっきね、これマスの、右マスのさばき方、勉強してきたから、ここでしっかりとさばいて、今度俺成長として。確か締める方法が、おう、うん。背広から行ったかな、あたりは左手に掴まれた。左手掴んで、で、これで、そして、こうして、で、上顎の、
て、切って、炭ちょっと足した方がいいかも。で、これで、これを。こう取る。OK。これで OK じゃないですか？取れて、あとは、試合を。抜いて。これで OK か。おー！さばけた、初めて。初めてさばけた。これか。これが締めるという行為なのか。よし。で、これ焼くと。よし、行け。OK、できた。よし。どうよ、焼けてきたか。初めての頭つきなんだよな。初めての頭つきだからちょっと、うまくできてるのかわかんない。お魚もなんかすごいいい煙でしたね。この煙出らしてきたらもうそろそろだったよな。いい煙出らしてたね。そろそろ出るかな。うん。出ますか。良さそう。よし。食べましょう。俺がスター出したら出ちゃって。出てるから出てきた。え？いや。頭があるだけで全然なんかこうテンションの上がり方違うな。うまっ。うまい。なんかお魚食ってる感が。うん。お疲れ様でした。お疲れ様です。